ても失礼に当たることはないので、イエス・ノーは直接伝えることが重要です。例えば買い物の時にいらないものを勧められたら、不要不要。逆に欲しいものがある場合は、我要这个我要这个。オリンピック発祥のギリシャのオリンピアで展示られた聖火の火は、8月7日北京市内に入り全域を走ります。北京市が力を入れているのは永定門から禅門にかけてのコースです。ここは北京市の真ん中を南北に走る中軸線にあたり、この日の見どころの一つです。最終的に天安門前に収まります。大会当日、天安門をスタート。故宮紫禁城博物館の東を北上して、慶山公園を巡り、シーシャハイ、古老、鐘楼を見ながらさらに北上します。これが天安門です。天安門の北に慶山公園があります。ここが北京の中心部となります。北京市の中心部はオリンピックに向けてリニューアルされた古い街並みが続きます。北京らしい街並みと聖火、絵になる写真が撮れそうですよ。そしてオリンピック公園へ。メインスタジアムの国家体育場でファンファーレとなります。いやー、想像するだけで楽しくなりますね。ここで交通アクセスの事情を説明しておきましょう。北京市内の交通アクセスの特徴はご覧のような朝夕の道路渋滞です。渋滞路線は中軸線の東側に集中しているようです。北東には北京空港があります。空港から市内への交通アクセスで便利なのがリムジンバスなのですが、地下鉄シータン駅前のリムジンバス乗り場に来ています。市内と空港を結ぶ便利な足の一つがこの後ろに見えていますリムジンバスです。市内を巡る5つのコースがあり、1人16元と非常にお手頃です。1元は日本のおよそ15円に当たりますから、16元はおよそ240円と値段も格安です。難点は渋滞にはまる時間帯に乗ると時間が読めないということです。一方で今年7月には空港と市内を結ぶ地下鉄が整備されます。空の玄関空港と北京市内がずっと近くなります。リムジンバスのターミナル駅です。地下鉄空港線の話が出てきたので、地下鉄についても見ていきましょう。渋滞の激しい北京の街、この街を確実な時間で、そして手頃な値段で移動しようと思うと、やはり利用したいのが地下鉄です。現在私が立っているのは3月の時点で最もオリンピックスタジアムに近いと言われている京新西街北口駅です。ではここからサッカーの会場になっている工人体育場へ地下鉄を利用して移動してみましょう。北京の地下鉄は日本と同じように乗車する前に切符を買います。その切符はどの路線に乗っても2元で統一されているんです。
しかしですね、今とっても便利なものがあるんですよ。こちらです。 e カートンと呼ばれる IC カードです。こちらを入り口のセンサーにかざせば、そのまま中のホームに入ることができます。ではこのカードを使ってこれから地下鉄に乗ってみます。じゃあ行ってきます。変貌の北京、それを最もよく表しているのが地下鉄路線の整備でしょう。 IC カードのゲート、モデルチェンジされる予定のゲートも近くに見えます。ここ数年、地下鉄の建設が急ピッチで進められ、相次いで新路線の完成が告げられています。オリンピック開催までには市内の主要部はほとんどカバーされるといいます。日本のようにこれまでの歴史がない分、すべて構内のデザイン、機構を最新のもので整備されています。地下鉄が渋滞緩和に果たす役割は決して少なくはないでしょう。電車が到着したようです。電車の運行インターバルは東京、大阪など日本の都市部との違いはありません。車内も快適です。オリンピックまでに完成予定の路線を含めた全地下鉄路線図です。空港線は10号線、2号線、13号線と連絡します。メインスタジアムのあるオリンピック線は10号線との連絡となります。私の後ろに見えるのがボクシング会場になります工人体育館です。最寄りの地下鉄の駅は東40条駅、徒歩10分ほどでこの会場に着きます。こちらは工人体育場です。先ほどご紹介した工人体育館のすぐ東隣にあります。でご覧のようにですね、今改修工事が着々と進んでいるところなんです。オリンピックに向けて準備が進められているところです。この会場では皆さん注目のサッカー競技が行われます。サッカーといえば新しい年代のスタープレーヤーが生まれる、そしてまた日本の新しい若い力にも注目が集まります。工人体育場、工人体育館は東40条駅が便利です。地下鉄宇加村駅から徒歩1分のところに来ています。まずこちら私の東側に立っている建造物、こちらがですねバスケットの会場になります宇加村体育館です。こちらでは中国注目のバスケットボール、 NBA のスーパースターヤオミン選手などが登場するということがあって、地元では非常に注目されています。もう一つその隣にあります後ろ、ご覧いただけますように野球の球場です。野球といえばやはり日本、星野ジャパンへの期待が高まっています。アジア予選の際に非常にいい試合を見せてくれました。私もどんな試合を中国で見せてくれるのかを期待しています。残念ながら中国では野球に対する認知度は今一つです。ですが現在日本の企業、それから日本のプロ野球が中心となって中国のプロ野球を盛り上げていこうというふうな支援体制が出来上がっています。中国チームもどんな活躍を見せてくれるのか楽しみです。野球に対する日本の熱の入れようと比べると北京ではそれほど